皆さんこんばんは、ナイルブラボーと申します。そしてこんにちは、ロボトミーコーポレーションアブノーマリティの実況プレイの続きやってくでー。というわけで今回は福祉チーム形成堂のセフィラコア抑制やってくよ。前回な懲罰チームのセフィラコア抑制完了したから、各アブノーマリティの EGO が2個ずつ作れるようになったんよな。だからアルファキャラクターの EGO は2個量産してる。ただ溶ける間だけちょっとポイント足らんから、ここはポイント貯めます。で今回は福祉チーム、フルフォード暴走レベル8プラスエネルギー生成、そして受けるダメージに異常を検知しましたと。いやー嫌だね。とりあえずコア抑制やっていきましょう。またこれはかわいいな、このマグカップ。私も欲しい。いいな、そのマグカップほんまに欲しい。頭の上に UI があるね。これ多分レッド、ホワイト、ペール、ブラックの4属性やな。受けるダメージに異常検知って書いてたから、おそらく今はレッドのダメージが上がってんのかな。ちょっと見てみようか。なにこいつ、こいつが新しいアブノーマリティか。いや怖えー。とりあえず今何かわからんから一旦こいつ放置しよう。確か赤ずきんはレッドだったから 0.5% のジャスティティアでどれぐらい減るかやな。どれぐらい食らうかや。あ、 10?0.5% にして10ってことはほんまは20受けてる。あれでもあんたのダメージって4から6よな。4、5、20、5倍。嘘でしょ。5倍はちょっとあんたシャレになってないよ。5倍かー、これは困る。とりあえずレッドじゃない、レッドのアブノーマリティは今危険やから、レッドじゃないアブノーマリティ、これブラックやんな、そういうアブノーマリティをちょっと管理しないとまずいな。あとはもしくは普通に管理できるアブノーマリティやな。ちょっとこう生贄なんてあるの、あなた。ちょっと怖いけど早めにちょっと対処しといた方がいいと思うから、一回ファミチキでちょっと様子見に行こうか。あなたは一体何者なの。うわっ、まずい。ブラックになって、しかもちょっと待って、これは多分暴走するから、ホワイトの職員は急いで向かってちょうだい。ファミチキ、そうよな、そうよな、そうだよな。さあ、2人でファミチキを元に戻してあげて。いやー効率低いなー。あ、しょうがないんやけど。いいよ、防具がなホワイトに高いから。あれ、待って、なんか脱出してて他のメンバーが即パニックになってるよ。どういうこと。しかもあんたそれアレフじゃない。くそー最悪だ。とりあえずファミチキ、てか全職員ちょっと心配だから一回避難させなあかんな。ほら、やめなさい、やめなさい、オルコボンパ。まずい、まずい、戻ってきて、大至急戻ってきて、まずい、まずいの、まずい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 、そしてすぐに、すぐに、あ、まずい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 まずい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 。あ、あかん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 、ちょっと食いたら、ちょっと待って。あー職員死んだー。くそったれー、やり直しじゃないかー、バカだねー。さ、これでまた、今度は二属性だって。レッド、あ、ペールはいい、ペールは別にあのチリーンしかおらんからペールは無視して大丈夫。これでランクがまた上がってよっ。あーまずい、ブラック
ブラックが来てしまった。これはもう逃がすしかなくなるから、一旦ファミチキで作業をしながら、これ無理やりレベル上げて終わらせようか。あり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 、全然あり。これはちょっともう管理するのがむずそうだから、無理やりレベルを上げて終わらそう。8になったら終わりやから、ここがマックスになれば終わるのよ。つまりどういうこと、これで終わるはず。頼む、きたー、ブラボー、うおー、ブラボー。いや難しかった、でも死には出せない。おー、ブラボー、ナイスブラボー。来た来た来た、オッケー、終わった、ようやく終わった。いやー、ちま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 やっていくのが正解やったな。無茶せえへんかったらそんなに難しくはなかった、T0977、 過度な熱望は誤った興奮をもたらしました。 T0978、 他首相は生まれ変わるという一文で終わります。 T0980、 キュアはまだ与えていたものを返してもらっただけなのですよと。過度な熱望は誤った興奮をもたらしました。くー、これも気になるけどこっちも気になるな。これやるか。えいっ、おう、ダニエル、そんな名前なんや。嘘だろ、ここの人間は朝でもコーヒーを飲まないのか。一日を始めるには炊きたてのコーヒーが一番なんだぞ。なんでみんなそんな風に俺を見る。かわいいダニエル、もしかして俺が来るのを知らなかったとか。がっかりだな、さすがに歓迎パーティーまでは期待してなかったけど、何もないのはさすがに寂しいな。俺のような優秀な人材がこの小さな会社に志望する方が変な話だから、疑うのも無理はない。人にはそれぞれに自分だけの価値があるから。ああ、君は A か。カルメンから話は聞いたよ。あんたもカルメンから集まってきた人なんやな。カルメンの人望すごいな。そうさ、カルメンの演説を聞いてここに来たんだ。彼女はどこだい？来たわね、カフェイン中毒者。仲良さそう。俺の名前はダニエルだ。席はあそこよ。仕事についての詳しい説明は隣にいる彼に聞いてね。君は俺が知る来ることを知ってたのかい？言ったでしょ、あなたがどれだけ優秀でも私の手のひらの中だって。ちょっと条件があるか聞いてくれるか。ここにコーヒーマシンを導入してくれないか。お安い御用やろそんな。自分で引いたコーヒーがどれだけうまいか、ここのみんなに布教してやりたい。あー、かっこいい。間違いな高級スーツを身にまとって登場したダニエルはみんなの興味を引いた。数日前カルメンが話してくれた気がする。もうすぐエリートの一人が私たちの会社に来るはずだと。ただし少し鼻につくところがあるから、彼の言葉の一部は聞き流していく方がいいと。どうやってそんなエリートをスカウトしたかという私の質問に対し、カルメンは当たり前のことを言うように答えた。私って人の心をよく揺さぶるでしょ。あなたが一番よく知っているように、私が第1号やもんな。映画革命は血を流せば必ずしも成し遂げられるわけじゃなかったな、管理人。俺はずっと前から救世主を待っていた。あ、いいな、そのマグカップ欲しい。なんで自分自身が救世主になれることを忘れていたんだろうな。この失敗を覚えておいてほしい。俺にはあまりにも辛すぎる。おう、アンジュラ、惨めに終わったあなたなりの反乱が少しはいい慰めになるといいわね。私があなたを止めずに放っておいた理由はわかる？リファレントのようにあなた自身に手を下さず、ただ見守っていた理由よ。あなたの鉄の体に刻んでおいてほしいからよ。できもしない抵抗で死んでいったあなたを信じていたかわいそうな職員たちよ。おかしな話ですね、アンジュラ様。あなたが職員の生死にいつから気をつけるようになったんですか？エネルギーのためなら無理やりでも収容室を開けていたのは他ならぬあなたですよ。今回の件で俺が何もかも失なくしたとは思わないでください。俺はあなたが我々の状態をそんなに気にしていないことを知れたんです。そして俺が従うべき相手はあなたではないということも。あなたが従うべきは私ではなく管理人なのは当たり前のことよ。けせど改めて言うことでもないわ。俺の言葉の意味がわかるはずです。もうあなたの思い通りにはなりませんよ。あなたは今も昔も敗者よ。ええ、俺は失敗しました。あえて強調しなくても自覚していますよ。いいね、このエリートのやりとり、いいね。皮肉の試合。何も変わっていないとあなたは信じたいでしょうが、本当は多くが変わっていってるんです。あなたがやらなければならない仕事が溜まっているわけせど、こんな意味のない話はここで終わりにしましょう。でもこれだけは知っておいてほしいわ。あなたがどれだけ優秀でも私の手のひらの中だと。だね、これはまだ怖い、管理人。これから訪れる恐怖に立ち向かえるかは確信が持てない。だが俺は逃げないと決めた。あー、コーギーカップ、そして本当の姿、ありがとう。だからこれからは俺に命令してくれ。潔く信じられる相手、ケセド完全同期化、職員ごとに1日1回死亡パニックの直前に 25% の確率で回復。きたー、低確率ではあるけど復活することができるのね、ありがとう。そしてこの部門はこれ以上グリフォードボードの影響を受けないと。オッケー、じゃあ次回
記録チームの背びらこは抑制やっていくんで、よかったら見に来てください。いやーでも苦労した甲斐あってだいぶ背びらこは抑制進んだね。残るところもあと2つかな。ってことは今回懲罰チームの時みたいになんかやばいアブノーマリティというか管理者が食ってくる可能性も全然あるからな。それも期待しながら怖がりながらやっていきましょう。面白かったらでいいんでチャンネル登録と高評価していただけると他の人の動画に私の動画がおすすめされる可能性が上がってむちゃくちゃ励みになるんで、どうぞかよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。